ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。そういや最近、ベテルギウスの続報みたいなものがないね。ようやく爆発詐欺をやめたか。言い方に気をつけろ。つうか別にベテルギウスは何も悪くないんだけどな。こっちが勘違いしてるだけで。まあね。ま、とりあえず爆発は、随分先なんだっけ？そんだけわかったらもういいかな。ところがどっこい、観測を続けた結果思いもよらない新事実が発覚してしまったようでな。このゴミを読んでまだ何かあんの？まあ、観測されまくってんのに新事実が出るとか気になるけど。じゃあ今回は、ベテルギウスは錬成、思いもよらない相方の存在について解説するぜ。それじゃあゆっくりしていってね。あ、相方。だと。マジで今更のような情報だよね。まあなんだ。霊夢がそうやって思うくらいには、ベテルギウスって構成はとにかく見られまくっている。専門家同行だけじゃなく、長年アマチュアからも人気があって観測され倒してるのが現状だ。なんでそんなに人気があんの？やっぱ一番直近で爆発しそうだから。その影響だろうな。ベテルギウスって予期しない現象とか、他にはない現象が起こるからってのもあるし。ということで、どうせ霊夢は忘れているだろうからベテルギウスのおさらいを軽くやるぞ。忘れていること前提にされた？こいつは全天21の一等星の一つで、オリオン座にある恒星となる。のは誰でも知ってるな。大犬座のシリウス、小犬座のプロキオンと共に、冬の大三角を形成しているのも有名だ。そんで確か、めちゃくちゃ明るいんじゃなかったっけ？一番はリゲルだな。ベテルギウスはその次ってくらい。何せ見かけの明るさが 0.0 から 1.3 等級だしな。うん、なんなのその幅。さっき言ったろ、予期しない現象があるって。要はその幅で見かけの明るさが変化するんだよ。そのことから、恒星の分類としては赤みがかった半規則型変恒星となるのさ。そういうことか、あとは。そう、めちゃくちゃでかいんだよね。だな。スペクトル分類では、M1 2型の赤色超巨星となる。肉眼で見れる中じゃ最も直径がでかいぞ。どのくらいでかいの？かつては太陽半径約1100というとんでもサイズと言われたんだが、観測技術の向上によって、実際はおよそ764太陽半径ということがわかったそうだ。それでも超バカでかいなんて言うまでもない。1100と764じゃえらい違うけど。そこは後で説明する。全貌が未だ明らかにならない要因でもあるから、話しておいた方がいいだろ。なおでかさを例えるなら、太陽とそっくりそのまま位置を置き換えた場合木星軌道も超えるとかどうとか。ふおー。さすがのでかさだね。で、確かあと10万年以内に爆発するんだっけ。ああ、そこはもう揺るがないみたいだな。よって今後、お前の言う爆発詐欺はない。と思う。思う。ってところが、今後また登場する前振りになってんだよな。そんで、錬成動向の話は。さてそこだ。まずこのベテルギウス、2019年末あたりに思いっきり現行したのは記憶に新しい。それで爆発寸前ってネタになってたのも記憶に新しいよ。その後2020年の最初に戻ったんだよね。その通り。これは現在でいうベテルギウスの大現行と呼ばれているんだけど。この現象については、塵の雲によって引き起こされたというのが一般的な見解となっているんだ。確かそうだったよね。でもそれがどうかしたの？その際、人類はベテルギウスって恒星そのものじゃなくって、現行を観測するようになったことから。ベテルギウスと、その周囲の環境の挙動に関する理解が変わったと言われているんだよ。違うところにも着目するようになったってことだね。でも具体的にどう変わったの？例を挙げると、変動の性質のモデルとか脈動モデル、秒速 5km の見かけの表面回転があるかな。その中でまた新たな発見があったりで、ベテルギウスはかなり深いところまで研究されているのさ。そういう研究も含めて、ようやく今は爆発しない、ってことが分かったのかもしれないね。それにしても深いところまで研究って、一体何を調べたの？そこなんだが、まず変恒星であるベテルギウスの高度曲線ってのは、約2100日という、LSP と呼ばれる超二次周期を示しているんだ。まあこれは、あのヘルツシュプルング、ラッセルズの、赤色巨星分岐の恒星では別に珍しいことじゃないんだ。数百日から数千日までの範囲になるそうだけどな。2100日って、一体どういうメカニズムなんだろ？悪いがそこは不明だ。だが、より短い周期に対する二次周期であることってのは判明している。そして LSP の持続時間は、一般に星の放射状脈動よりも数十倍遅いみたいなんだよ。短い周期に影響を受けた結果ってことか。うん、でもどこのドイツに影響を受けてんの？それが最初に言った、錬成、の話に繋がる。研究チームは、ベテルギウスの長期的変動の、
最も可能性の高い説明は、オリオン B、と呼ばれる低質量の晩星なんじゃないかって結論付けたのさ。ああ、ベテルギウスの近くに別の星があるからってことか。この連星がシステムの周囲の塵を調整している可能性があり、晩星が移動している時に、塵のせいで明るさが減ることがあるそうだ。だが現時点では確認に至ってないことから。確認されれば、ベテルギウスの進化に関する理解に大きな影響を与える。ってところかな。だな。ベテルギウスも残り10万年未満の命。オリオン B が原因とわかれば、また新たに恒星の謎や、超新星爆発の謎などについても理解が進むと思うぜ。晩星の影響か。その可能性はマジで考えてなかったところだね。ちなみに、その晩星の影響によって、ベテルギウスの爆発が早まってるとか遅くなったとか、直接的な作用みたいなものはあるのかな？そこも不明だよ。何せまだ確認されてないんだから、研究としてはこれからになるだろう。なるほど。そういや、星って連星の方が一般的だからある方が自然っちゃ自然なのか。でも今はないから、もしオリオン B がないとしたらそれはそれで希少な方の構成なんだねー。何気にいい疑問だから、こいつについても触れておくか。オリオン B はとりあえず置いておいて。ベテルギウスって実は、晩星が合体してできている構成なんじゃないかって言われているんだ。へ、実はあったけど、光年に飲み込まれちゃったってこと。そうそう。これも、手前で少し触れたベテルギウスの大現行があった時期になるんだけど。現在我々が見ているベテルギウスは、連星が合体してできた星じゃないかとする研究成果が発表されたんだ。でもさ、飲み込んだかどうかなんて事後じゃわかんないんじゃない？ま、聞いてやわかるさ。まずルイジアナ州立大学のエマヌエル、チャツポーロス氏率いる研究チームは、ベテルギウスはもともと連星であり、過去数十万年のどこかの時点で晩星と合体した可能性を指摘。チャツポーロス氏の論文は、プレプリントサーバーのアーカイブに公開されてるから見てみるといい。あいよ。でもどうせ英語まみれで流し見ボンバーなんだよねー。いや、翻訳しろよ。でだ、研究チームによると太陽の15から17倍の質量があった姿勢が晩年を迎えて、赤色超巨星になり始めた頃、太陽と同程度から4倍ほどの質量。つまり姿勢に対して7から25% だな。そのくらいあった晩星が巨大化した姿勢の外層に入り込み、超石破壊されつつ取り込まれたと、シミュレーションによって示されたってことなんだよ。となるとその根拠が気になるところだ。ふむ。なんか察したよ。要は、取り込んだ時に特徴的な何かをベテルギウスが示したってことだね。鋭いじゃないか。姿勢と晩星が一つになったベテルギウスの自転速度は合体によって加速されたそうで。これは現在観測されているベテルギウス表面の自転速度。つまり秒速約 5km に一致してるんだよ。壮大なことやってんな。でもそんなことってありえるの？あり得るどころか、恒星の合体は宇宙において一般的な出来事と考えられてるんだぜ。研究チームは、高速で自転する巨星や超巨星は同様のプロセスを経て形成されたと考えているぞ。いやいや、簡単に言うけどさ。恒星の合体とかとんでもない出来事だと思うんだけど。実際、この現代でも双子の巨大恒星が一つに合体しようとしている光景が見られてるんだぞ。にゃぬ。言ってるそばからあるってことは、やっぱよくあることなのかもね。ちなみにどんな創生合体なの？アクエリオンじゃねえよ。スペインの天文学チームはこのほど、恒星食を繰り返す連星系である、キリンザ MY 星の観測結果を発表し、地球から見た二つの巨大な恒星がめちゃ小さな軌道を周回しながら、ほぼ日替わりで、重なり合って恒星食を起こしていることを明らかにしたんだよ。それが合体の核心なの？つうか、それで何が起こったのさ。そして、アリカンテ大学の研究者ハビエル、ロレンゾ氏率いるチームが、スペイン南部にある、カラール、アルト天文台の 2.2 メートル口径の望遠鏡を使用して2つの星の高分解のスペクトルを分析。表面温度やサイズなどそれぞれの星の物理的特性を特定したんだ。ごくり。少しずつ迫っている感があるね。その結果、この2つの星は太陽の38倍と32倍の質量を持つ、青い高温の恒星であり、互いの軌道を一周わずか 1.2 日以下という、とんでも速度で周回していることが判明。つまりめちゃくちゃ接近してるってこと。研究チームはそこで、この星同じが合体すると踏んだのさ。なるほど。ちなみに合体するとどうなるの？太陽の60倍という質量を持った、一つの超巨大恒星になるんじゃないかって話。あ、そこは足し算になるんだ。ブラックホールといい、宇宙にある合体って単純な足し算多いな。それにしても、よく疑いから確信にまで持っていけたよね。前からそんな雰囲気漂わせてたの。
実は、キリン座 MY 星が連星だって事実は、今からたった20年前に発覚したそうだ。それまで、ずっとこのキリン座 MY 星を観測してきたアマチュア天文家たちは、光の輝きが常に変化する、あくまでも一個の変更星であるという勘違いをしてたのさ。20年前か。つまり、恒星食だっけ、それで見えなくされてたってことなんだね。そういうことだ。そりゃ、お互いの軌道を回ってんじゃわからんわな。ちなみに、この二つの星はいつ頃誕生したの？近づいてるあたり、長い年月かかった感じあるけど。これも意外なんだけど、この二つの星は誕生してから200万年も経っていないと考えられているんだよ。よって、誕生時の姿は現在とほぼ変わらなかっただろうと天文学者は述べているな。へ。最初から二つの星が、ギリギリのところ回ってたのか？そんでいよいよ合体、と。いや、そうなると決まったわけじゃない。本当のところは、ここまで来てもまだ顛末は不明なんだよ。もっとも、理論モデルを見る限り、この二つの星が合体する際は極めて急激であり、大きな衝撃を伴って、膨大なエネルギーを発しながら起こることが予想されているな。そんで、超大質量星の誕生か。すごいねほんと。もしかして、今宇宙にあるどでかい星たちって、連星が合体しまくったりして、今の姿になったやつも結構多いのかもしれないね。かもな。何せ宇宙じゃ連星の方が多い。そういう事態になっても何ら不思議はないだろう。とまあこのように、恒星の合体ってのは人類史の中でも見かけることができるという。宇宙じゃ、比較的ポピュラーな現象であることは覚えておいてもらいたい。まあ、人類史なんて宇宙じゃ瞬きレベルなんだからその間一回あや、普通にある、の少佐にはなるよ。一回、とんでもない。2022年に、白鳥座の方向にある連星系で恒星同士が衝突合体したそうだぞ。まだあった。しかも事後。詳しく。まず、天体の軌道が急激に増大し、新しい星が生まれたように見える現象としてあるのは、なんだった。超新星だったっけ？だな。それともう一つは新星で、こっちは近接連星系。つまり距離の近い二つの恒星が、組になってお互いの周りを公転している天体の、片方の星が相手の星の表面のガスを、引き込むことで核融合反応が一時的に加速され、爆発的に輝く現象であると考えられているんだ。そんで、超新星が恒星が一生を終える時の爆発現象だったよね。その通り。加えて、連星系の白色矮星が相手の星の表面を引き込んで爆発する1型、と、巨大な大質量星が重力崩壊を起こす2型、の、2つのタイプに大きく分類されているのも、以前に話したことからすでに知っているだろう。なお超新星の方が、新星よりも明るく輝くぞ。つまりは新星と超新星の違いだよね。でも恒星同士の合体となんか関係あんのこの話。そこなんだが、実はここ近年で新星でもなければ超新星でもない増光天体があることが発覚し、これが、近接連星同士が合体融合することにより、爆発的に輝く現象であると考えられ始めてきたんだ。また別にそんな天体があるってか。どういうやつなの？軌道は新星と超新星の中間くらいで、赤色に輝くことから、高軌道赤色新星、と呼ばれているな。実在例は、一角十座 V838、サソリ座 V139 ってところか。後付け解釈になるけど。確か一角十座 V838 って、アホみたいにでかい恒星だったよね。それが含まれるのか。ちょっと話がずれちゃうけど、どういう経緯で高軌道赤色新星って発見されたの？そこか。まず過去30年程度の間に、すでに高軌道赤色新星の特徴を示す天体は少数ながら発見されていた。例えばアンドロメダ銀河の赤色星 M31RV だな。こいつは1988年に突然明るく輝き出したそうだ。ふむ、その時点で高軌道赤色新星になったってことだね。そう考えられるな。また1994年にはいて座 V433 2星もそのように突如明るく輝き出したんだ。ちなみに一角十座 V838 は2002年にそのパターンで明るくなっているそうだぞ。一番最初に、はっきりと高軌道赤色新星ってなったのは、M85 銀河の M85OT2006-1 だな。リック天文台の超新星探査で発見され、カリフォルニア大学バークレー校とカリフォルニア工科大学の天文学者によって研究されたって経緯がある。そこで研究されて、高軌道赤色新星って新しい恒星の形。てか爆発現象か。カテゴリが生まれたんだね。そうそう。インド生まれの、アメリカで研究している天文学者であるシュリニバス、クルカルニ氏に、率いられた研究チームが、この現象が新星やらヘリウムフラッシュやらの、基地の爆発現象と違うと確認。
その後2007年に新しい爆発現象として、その論文がネイチャーに掲載されたのさ。なるほど。そんで、その後続々と発見って感じ。続々ってほどでもない。2008年には、銀河系のバルジの方角でさっき言ったサソリ座 VH309 が発見。こいつについては、色変構成として爆発の数年前から継続的に高度変化が記録されていたそうだ。ふむふむ。そういう経緯があるんだね。あ、そうだ。ちょっとわかりにくいから、高輝度赤色新星にはどんな特徴があるのか教えてよ。ざっくりでいいから。そうだな。これはちょっと触れたけど、爆発の高度が超新星と新星の中間であるってのと、可視光は数週間から数ヶ月継続して色は赤い。時間を経るにつれて、より暗く、赤くなるそうだ。可視光が暗くなると赤外線の高度が大きくなるようで、暗くなったり明るくなったりを繰り返すみたいだな。なるほど。そんで、今回の白鳥座のやつが合体して高輝度赤色新星になるって流れなのかな？正解。研究チームは、この白鳥座の構成、KIC-9832227 が近接連星系だと仮説を立て、ずっと観測を行ってきたそうなんだ。その結果、連星系の公転周期が加速度的に短くなってきてるそうで、サソリ座 VH309 のデータとの比較などから、このまま行くと2022年頃に連星同士が衝突合体し、高輝度赤色新星になると予測したのさ。今この天体はピーナッツ型になっているそうだぜ。ピーナッツ？あ、そっか。合体しそう、なんだからお互い引っ張られてる感じなんだ。それにしても、お互いが、ミョーンって割と本気でファンタジー。いやファンタジー。宇宙だけど PSO は関係ねえぞ。ちなみにこの天体、地球からおよそ1800光年の位置にあるそうだ。12等星の暗い星なんだが、連星の衝突合体が予想通り起これば星の輝度が増大し始め、最終的に1万倍の輝度の2等星になって夜空に出現することになると考えられている。大出世するわけか。こりゃ、いつになるかわかんないけど望遠鏡構えないといけないね。見て楽しむのも有意義だけど、連星系の進化の最終過程を知るための天文学的データも得られるから。もしタイミングが合うなら、普段天体を見ない人も見てほしいところだよ。ほんとだね。それにしても、こんなに合体ってあるのか？となるとやっぱりベテルギウスも。こういう研究をなぞらえると、どっかで晩星食べちゃったって言われても納得できるな。でもさ、これまで一度も聞いてなかったと思うけど、ベテルギウスってそもそもどういう恒星系なの？そういやそこには触れてなかったな。一般的に単独の孤立した闘争星であるとされてたんだけど。闘争星？年齢の若い星であるにもかかわらず、天の川銀河の回転運動に比べて異常に大きな速度で、宇宙空間を運動している天体のことを言うんだが、何らかの理由で星団や連星系から弾き出されたそうだ。弾き出された。ベテルギウス。連星。オリオン B。まさか。お、ここでついに核心に触れてるじゃないか。でもとりあえずは、現時点で言われている恒星系を話すけど、現在はどの星団または星形成領域にも関連付けられておらず、そもそもどこで形成されたかは不明なんだ。そうだったのか。なんか自由浮遊惑星みたいだね。それの恒星版って思ってくれればいいよ。どことなく彷徨うってわけじゃないけどな。でだ、オリオン B の話をしたけど、実のところ1985年には2つの分光版星があるんじゃ、なんて、示されていたんだよな。この話って本来、今のタイミングに限った内容じゃないんだよ。すごいよね。観測技術も40年くらい前のものでしょ。その時点でよくあるんじゃね。って思えたよ。だけど、やっぱり現時点で証拠がないんだなこれが。さらなる研究ではこれらの晩星の証拠を探してるけど、ベテルギウスとその周辺の高解像度干渉法を用いても、今もなお検出できてないってのが現実なんだ。へ、じゃあ、ない。って結論にならない？そこなんだが、全体的な誘導に寄与している密接する、晩星が存在している可能性は排除できてないんだ。それに、ここで霊夢が抱いた疑問に戻るんだが、どうにも宇宙は距離の測定が困難でな。あ、そういや太陽半径、1100と764じゃえらい違うって言ったじゃん。そこどうなってんの？今から話すよ。わかりやすく、あえてざっくりで星までの距離の、測定方法について説明する。まず、天の川銀河の中の近くの星までの距離は、三角測量の原理を使えば測定が可能だ。三角測量？もうそこは自分で調べてくれ。そんで、星が放つ色からは、その星の本当の明るさがわかる。それと、見かけの明るさを比較することで距離を求められるんだ。付近の銀座の場合は、その明るさを色に加えてその銀座の中にある、脈動変更性を使って距離を推定。
天の川銀河内とそれ以外の近くの銀河じゃ、測定方法が違ってるのか。なるほど。そんで、めちゃくちゃ遠い銀河の場合は、その銀河が遠ざかる速度を利用して距離を推定するのさ。めちゃくちゃ遠い銀河は置いておいて、基本は星を踏み台にして測定するって感じだね。踏み台って、合ってるんだけどさ。だがこの宇宙における距離の測定っていうのは、天文学者からすれば、正確に測ることがとにかくべらぼうに難しい作業って話なんだよ。なんで、今マリサが言った通りにやればいいんじゃないの？ま、そのまま聞いてろ。で、その星についてなんだが測定には 1A 型超新星などの、標準光源、と呼ばれるいくつかの種類の天体が用いられているんだ。お前の言う踏み台だな。へぇ、超新星使ってるんだ。絶対高度。つまり真の明るさがわかっているからな。さっきも言った通り、距離の測定の一つに、本当の明るさと見かけの明るさの比較で判明する。だから標準光源として利用できるんだよ。ふむふむ。要はその星の高度さえわかればどうとでもなるってことでいいんだよね。そう。そこから直径や半径を割り出したり、表面温度を把握することにつながるんだけど、そこからはさらに難しく、ベテルギウスの半径だとかが未だに定まらない理由となっているんだ。何がそんなに難しいのさ。どうしても地球から離れると、その高度がかなり曖昧な感じになってしまうんだよ。だからどの恒星だって、今後、地球からの距離、ってのは大きく変動する可能性が高いだろう。遠ければ遠いほど、正確じゃなくなっていくのか。しかもベテルギウスって比較的近かった気がするけど、それでもここ近年で訂正しなきゃいけないほどズレが出ちゃうとか、ほんと難しいんだね。全部、暫定、と思っていい。ま、いずれ正確な数字は出ると思うんだけど、そもそもさ、ベテルギウスってどうやって観測されたの？そんじゃ最後に、そのあたりについて触れるか。まずドイツの数学者、天文学者である、フリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセルが1838年に、初めて年収差の測定に成功しているのが始まりだ。そんな昔に測定したのか。設備もろくなものがないのに、すごいねー。お次は1920年。最初の干渉研究がその直径で行われたんだが、年収差は 18.0 ミリ秒となったんだ。年収差が 18.0 ミリ。だとなんなの？つまり、ベテルギウスまでの距離はこの時点で約180光年とされたってこと。あや、全然足りないじゃん。そこは仕方ないさ。それ以来、ベテルギウスまでの距離を測定するための継続的な作業が行われたそうで、約1300光年という数値も提案されている。この場合だとかなり遠くなってしまうけど、その後、さすがにおかしくね、ってなったんでしょ。そうだな。1997年にヒッパルコス星表が発表される前は、ベテルギウスまでの距離について、矛盾する2つの測定値があったんだ。一つは1991年に測定された約330光年、もう一つは約650年。この両者の推定値は不確実性が大きく、研究者らはこの不確実性を考慮して、広範囲の距離推定値を採用していたため、ベテルギウスの特性の計算には大きなばらつきがあったのさ。そこで、今回こそバッチリ当てるぜ、みたいな感じで測ったんだね。何を言ったかなんて知らんけど、そういう気概はあったかもな。で、測定結果は同年に発表された。細かなところは省くから距離だけ言うけど、約427光年という数字が示されたんだよ。それ以前の推定値よりも、不確実性は小さくなったと考えていたそうだぞ。ふむふむ。でもだいぶ近づいてきたよね。人間の進歩を感じるよ。何様なのやら。そんで2008年、超大型干渉電波望遠鏡群を使用して行われた測定だと、距離は642プラスマイナス147光年という結果が示され、これが一般的に地球とベテルギウス間の距離とされているな。それだよそれそれ。私が知ってる地球とベテルギウスの距離。でも違ったんだよね結局。ああ。そんでもって2020年。新たな観測データと、3つの異なるモデリング手法により、距離どころか、質量や半径が従来考えられていた推定よりも小さかったとする研究結果が、オーストラリア国立大学や、カブリ数物連携宇宙研究機構などによる研究グループによって発表されたんだ。そこで質量が表記揺れするようになったんだね。本当に悩ませるなぁ。で、距離はどうなったの？この人。I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble ご視聴ありがとうございました。